はい、どうも、ナエです。今回はですね、内積の応用、そしてその前は内積をご紹介しましたね。今回はその内積ではなくて外積ですね。これが何かっていうことと、これがですね、単位円周上のまたですね、面白いところを維持します。幾何学的に外積をですね、イメージしていただければと思います。では次の動画をどうぞ。はい、では早速対角する線形代数第3章の外積について解説していきたいと思います。外積なんですけども、まず幾何学化して計算、ベクトルの掛け算には内積の他に外積というものがあります。内積は実数ですが、外積はですね、ベクトルになります。ベクトルとベクトルの外積はベクトルです。基本的な外積の表示方法と定義は、2次元のベクトルに対して外積は次のようになります。はい、例えば A1 ベクトルですね、それをこのようにケットベクトルで表現してます。 A2 ベクトルもケットベクトルで表現してます。この時 A1 ベクトルクロス積 A2 ベクトルというものは次のようにですね、表現できます。この成分表示ですね、この組み合わせを覚えておきましょう。覚え方はですね、内々外外の引き算と覚えておいてもいいかもしれませんね。はい、そしてですね、ここに新しい E3 ベクトルができてます。これがですね、外積のベクトルの方向のベクトルになります。そして大きさはこれですね、 A1A11A22-A21A12 ですね。そして A ベクトル1から A ベクトル2に回す方向を正の方向としてます。この定義式の意味は後に議論しますが、加法定理です。実はですね、これも加法定理が後ろに隠れております。とても興味深いですね。ベクトルである外積を構成するベクトルの方向は、2本のベクトル E1 ベクトル E2 ベクトルの両方のベクトルに対し共に垂直な方向、すなわち両ベクトルが形成する平面に直角な方向のベクトルと定義します。したがって外積のベクトルの向きは長さに影響されないので、これを計算するにも単位円周上に置き換え、方向と長さ大きさを別に計算することができます。したがって幾何学化してまず単位円で考えてみましょう。内積の時も単位円使いましたよね。外積も実は単位円の中で表現することができるのです。すなわち A1 ベクトルの絶対値はルート A1 ルート A11 の2乗足す A12 の2乗、絶対値 A2 ベクトルというものはルート A21 の2乗足す A22 の2乗ですね。そして再び単位円周上に2本のベクトルの座標を見ます。はい、そして幾何学化してますね。単位ベクトルにしてます。ここでですね、この A ベクトル1というものをコサインシータ1サインシータ1、 A ベクトル2というものをコサインシータ2サインシータ2とします。ここまでは内積の時と同じで、単位円周上では座標は同じく、それぞれコサインシータ1サインシータ1、コサインシータ2サインシータ2と同じで、図11に両ベクトルの配置が示されています。この座標値で外積の長さを計算するとき、外積の回転方向は反時計方向が正方向になります。はい、では早速図を見てみましょう。はい、このようにですね、半径が1のですね、単位円があります。そしてこの赤いベクトルですね、これが絶対値 A1 分の A ベクトル1ですね。これがコサインシータ1サインシータ1です。で、絶対値 A ベクトル2分の A ベクトル2イコールコサインシータ2サインシータ2ですね。そしてですね、ここのナス角シータ1シータ2、そしてこの2つのベクトルのナス角はシータ2引くシータ1ですよね。この時この紫のところが実は、はい、内積でしたよね。はい、ここのシータ2引くシータ1をシータとすると、この紫の部分はコサインシータと表現でき、ここの部分が内積で表現されているのです。つまり幾何学的に内積を表現すると、単位円周上ではここの部分になります。この赤のベクトルとこの赤のベクトルの内積はこの紫色のここの長さですね、遮影されてますね。はい、でそしてですね、なんと実はこの青い縦の部分ですね、ここが外積になっております。とても興味深いですね。はい、実際に計算してみると、絶対値 A1 ベクトル絶対値 A2 ベクトル分の絶対値 A1 ベクトルクロス積絶対値 A2 ベクトルイコール
絶対値 A1 ベクトル絶対値 A2 ベクトル分の1かけるの A11A22 引く A12A21 となります。そしてこれらはコサインシータ1サインシータ2マイナスコサインシータ2サインシータ1となって、これ加法定理ですよね。なのでこのようにサインカッコシータ2引くシータ1にまとめられてサインシータとなります。はい、とても面白いですね。これがですね、一般的に教科書に載っているあのサインシータですね。外積はサインシータの部分がここでわかるのではないでしょうか。はい、先ほどの説明をもう一度書いております。はい、結局ですね、内積のコサインシータに対して外積はサインシータとなることが重要で、そのために式が A11A22-A12A21 と本来面積としては分かりづらい式になっていると考えられます。結果的に2本の単位ベクトルの長さにサインシータをかけるので、斜行座標系の規定ベクトルが作る平行四辺形の面積になるべきと思います。すなわち図11に示すように、単位円上での2本のベクトルがなす角をシータとすると、その互いの斜影成分コサインシータが内積として相関係数となり、斜影に直交するサインシータの長さが外積としてのサインシータで与えられます。外積の定義式を見ると、外積は面積として定義されているというよりサインシータで定義され、その結果それぞれのベクトルの長さをかけると面積になると考える方が定義式の意味に近いと思います。そしてですね、このことは単位円周上の内積と外積の二乗和が1になることを意味します。2次元のベクトルで確認してみます。内積ですね、このように定義されてます。そして外積はこのように定義されてますね、コサインとサインで定義されてます。そして絶対値は、はい、次のようになってましたね。すると二乗和はですね、コサイン二乗シータ足すサイン二乗シータ、はい、次のようにここの部分はルートですよね。そして分子の部分は、はい、A11A21 足す A12A22 の2乗ですね。こちらは内積側です。そして右側は A11A22 引く A12A21 ですね。こちらは外積です。これを計算すると確かに1になることが確認できます。外積の重要な点は回転する量の大きさを示すことですが、2本のベクトル間の回転は回転する面を決定します。同時にこの回転面に垂直な回転軸が必要となります。したがって次元は拡張され、回転軸を与えるため1次元増えますね。そして1次元増えて3次元になることになります。そしてこの回転軸方向が外積ベクトルの方向として、両ベクトルのなす面積が長さとして定義されます。これらの結果から単位円周上のベクトルを考えれば、内積は両ベクトルのコサインシータ、すなわち相関係数を与え、外積はサインを与え、回転量の指標となります。また内積はスカラー量実数に対して、外積は面に垂直なベクトルとなります。これは外積は2本のベクトルで構成される平面の向きも表すからです。この時ベクトルの相位置の少ない番号から大きい番号に回しています。単位円周上のベクトルを考えれば、外積の絶対値イコール底辺単位円周上のベクトルの長さ1かける高さサインシータとなりますね。これで2つのベクトルの作る平行四辺形です単位円周上ならひし形の面積になります。任意の長さのベクトルの場合は、単位円上の外積に絶対値 A1 絶対値 A2 をかければ良いのです。外積は面の方線ベクトルで定義されるため3次元となり、図 1,2 のように2つのベクトルのなす A ベクトルと D ベクトルに垂直な方線ベクトルを与えます。長さは両ベクトルでできる平行四辺形の面積となります。これですね、例えば A ベクトルと D ベクトルがあったとします。それに垂直な、これですね、 N ベクトルが外積が作る方線ベクトルとなります。そしてこれの大きさは、このですね、2つの A ベクトルと D ベクトルがなす平行四辺形がこのようにできるとすれば、ここの面積の大きさになるというようなことになります。はい、そしてですね、第4章に続く素朴な疑問として、2本のベクトルの内積はコサインシータスカラーで定義しましたが、
外積はサインシータのベクトルで定義されました。内積は両ベクトルが一番開くとき、角度2分の π のときに0になるので、面積を定義するには不便です。一方ですね、外積サインシータはその面積に比例します。こうするとシータがマイナスのとき、負の面積が発生してしまいます。これは回転角の正負に対して面の裏表が対応することになります。そこでその面に垂直なベクトルを外積の方向と定義すると、面の裏表と同時に面の傾きも表すことができます。外積の応用に関しては、行列と行列式の後に連立方程式の解き方で説明します。そして第4章以降では、外積のですね、もっと幾何学的な内容の説明だったり、行列式や余因子展開との関係などもご紹介していきたいと思います。いかがだったでしょうか。内積はですね、遮影されたあの下の部分だったんですけども、外積はですね、ここ縦の部分、つまり内積はコサイン、外積はサインだということが分かりました。めちゃくちゃ面白くないですか。このですね、内積と外積がなんと単位円周上で幾何学的な意味として説明できるということを習得してくれたら嬉しいです。はい、では次回はですね、外積の応用とユニタリ行列などやりたいと思います。次回はですね、とっても濃い内容になってますので、ぜひお楽しみください。ではまた。